天変地異により荒れ果てた京の都、神のたたりと恐れた時の帝は一人の陰陽師を頼った。安倍晴明は神のたたりの責任を御所番の武家一族に負わせ、一族老頭女子供まで惨殺へと追いやった。しかし一族は神々の助けにより復活する。復活を遂げた一族の当主となり、復讐を果たすため過酷な運命に立ち向かえ。生命打つべしと考えています。よろしくお願いします。一族は様々な鬼と戦い、成長し力を蓄えていく。しかし二つの呪いがそれを阻む。一族は呪いのためわずか2年しか生きられず、人との間に子をなすこともかなわない。命尽きる前に神々の助けを借り、その力を子へ孫へと受け継いでいく。幾多の生き死にを乗り越えて、いつの日か安倍の晴明を倒せ。俺の屍を越えてゆけ。2プレイステーション。